シンデレラガールズトーク、ウダカフェは2019年11月27日からアベマ TV で配信されているバラエティ番組である。番組略称はウダカフェ。サイバー・コミュニケーションズとアベマ TV の共同プロジェクトとして企画され、宇田川ベースから毎週水曜日15時30分から配信される若者向けバラエティ番組。 SNS や YouTube 等で活躍するインフルエンサーやモデルが出演。人物や流行の SNS には映りきらないポイントを検証企画等を通して明らかにする女子会の像君バラエティ。また、オリジナルタイアップ企画を用意し、番組内で広告主の商品、サービスを取り上げることで、広告とは何か、その有効性、効果的なマーケティングを学んでいく。 SNS リテラシーにも焦点を当てる。毎週水曜日15時30分より、アビマスペシャルチャンネルで初回配信を行い、土曜日20時から同チャンネルでリピート配信を行う。2019年12月25日の第5回をもって最終回。反響によっては2020年によりシーズン2としての再開を予告した。 2020年6月から出演者やコンセプトを引き継いだスプレー日本語塗り替えろをアベまで開始。イメージはカフェの常連客。渡辺はガールズチーフの肩書き。ありがとうございます。